アレクサンダー・カルダー。アレクサンダー・カルダー。1898年7月22日から1976年11月11日。アレクサンダー・コールダーとも、は、アメリカ合衆国の彫刻家、現代美術家、動く彫刻、モビールの発明と制作で知られている。モビールや、スタビルと呼ばれる中小彫刻のほか、絵画、リトグラフ、タペストリー、ジュエリー、 玩具など様々な分野で創作活動を展開した。カルダーは代々巧妙な彫刻家であった家系に生まれたが、若い頃は職人を志向して、機械工学の勉強をして、エンジニアとなった。芸術家の道に転校してからは素描、ドローイングを学び、第一次世界大戦後のパリに出てからは得意の一、筆書きを活かした針金彫刻をはじめ、金属を使った。 中小彫刻を制作した。この頃彼は発明の際を活かし、基地やユーモアに富んだ、針金作品を使って、一人で操るサーカスの上演を実質で始めたが、そのパフォーマンスが評判となったことで、芸術界の有名人になり、パリに集まっていた多くの前衛芸術家たちと知り合い、大きな刺激を受けた。特に、モンドリアンの三原色による、 何学的な抽象絵画に強い影響を受けた彼はすぐに限られた原色だけによる動く抽象彫刻作品モビールの制作を開始したモビールの命名はサーカス上演を通じて知り合ったマルセル・デュシャンによる彼の生涯の制作活動の中で特に重要な出来事はモビールの発明により彫刻作品に実際の動きを取り入れたことであるモビールの 各部分は動かない時でも微妙なバランスを保って浮かび、動きへの予感をはらんだ、緊張感をもたらし、かと思うと不規則に動き相互に影響し合い、その形状は様々に変化して同じ姿になることはない。これは、キネティックアートと呼ばれる動く、美術作品群の先駆けとなった。彼は床に置く、スタンディングモビールや天井から吊るすハンギングモビールの制作と、 並行して、友人ジャンアルプによって、スタビルと名付けられた原色の金属板の立体構成による作品制作する。第二次世界大戦後は、アメリカとフランスを往復しながら制作を続け、ついには、市街地に置く大型のパブリックアートも手掛けるようになる。それと、並行して、友人や家族向けの小さなジュエリーの制作や、タペストリーなどのテキスタイル作品のデザイン。 航空機の塗装デザインなどにも範囲を広げ、また平和運動などの活動も行った。彼の死後もモビールは身近なものとして今日まで親しまれ、彼の作ったスタビルは世界中の広場にそびえている。アレクサンダー・カルダーは1898年、アメリカ・ペンシルベニア州のロートン、ロートンで生まれた。父アレクサンダー・スターリング・カルダーは巧妙な彫刻家で、 スコットランド生まれの祖父アレクサンダー・ミルン・カルダーも彫刻家であった。二人とも巨大な人物像などや記念碑などを手掛けていた。母・ナネット・レダラー・カルダーも画家であった。幼いアレクサンダーは作品制作の仕事を受け負った父と共に一家で全米を転々とした。両親は8歳のカルダーに工具を与えるなど彼の創造性を高めることに熱心だったが、 芸術家になることには反対した。芸術家が先が不確かで、金銭的にも厳しい職業であることをよく知っていたからである。カルダーはニュージャージー州の峰峰県にあるスティーブンズ工大学に入り機械工学を専攻し、1919年に卒業した。続く数年間は自動車技師、製図工治水技師の助手。 ワシントン州の木材バス採上の技師などをしたが、どれにも満足できず、素病の夜間クラスに通ったこともあった。1922年6月、彼は、客船、H 海アレクサンダー号のボイラー室の機関士になった。ニューヨークから、パナマ運河を通り、サンフランシスコに向かう船の出来で、彼はある朝早く、大海原の水平線の上で昇る太陽と沈む、満月が向かい合う様を見て、 霊感を受け、かねてから関心を持っていた天体の運行の不思議に心を打たれたという。このことが彼を芸術家に導くことになった。彼は1966年に出版した自伝で公開そうする。芸術家になることを決めたカルダーは、1923年10月、ニューヨークのアートスチューデンツリーグに入学して、スガキのクラスに入り、ジョンスローンやジョージ・ルークス、 ボードマン・ロビンソンといったニューヨークの実績あるが形の元で学んだ。学生の間、彼はタブロイド新聞社でスポーツなどの記事の差し絵の仕事をしていたが、その時に取材に行ったサーカスですっかり魅了され、サーカスを描いた無数のスケッチやサーカスの動物や芸人を題材にして針金を巻いて作った彫刻を作った。卒業後、彼は1926年に パリに移り、アカデミードラグラン・ショーミエールで芸術の勉強を続けた。この時生活のために機械工学の経験を使い、針金焼きを用いて機械仕掛けのおもちゃ作りを始めたことをきっかけに、針金による彫刻に本格的に取り組むことになる。また彼はフランスに針金のサーカス人形を携えてきていたが、これも玩具の経験を通してより精密なものになり、 針金彫刻を巧みに操って、即興的に上演する本物のサーカスに近いパフォーマンスへと作り直した。すぐに、カルダーのサーカス、サーク・コールダーは、ジャンコクトを熱狂させたことをきっかけに、パリの前衛芸術家たちの間で有名になり、カルダーはスーツケースに詰めたサーカスを取り出して2時間に渡って上演するショーで入場料を稼いでいた。1928年始め、 アメリカに戻っていたカルダーはニューヨークの YE 画廊で人物や動物を簡略化して描いた針金彫刻による初古典を開き続く10年間をヨーロッパやアメリカで展覧会に参するために大西洋を往復して過ごすことになった彼は1929年にサーカスを携えて乗った大西洋横断航路の客船でルイーザ・ジェームズというニューイングランド出身の女性と 出会い、1931年に結婚した。パリでカルダーは、サーカス上演を通じて、ジョアン・ミロ、ジャン・アルプ、マルセル・デュシャンをはじめ、主だった前衛芸術家たちと知り合った。このような中、多くの芸術家との交友や、私生活での婚約などをきっかけに、彼の制作に変化が現れ始める。1930年10月のピエト・モンドリアンのアトリエ訪問は、 抽象芸術を受け入れるきっかけになるかつてないショックを彼に与えた。モンドリアンのアトリエには赤、青、木の三原色と白、黒だけを用いた幾何学的な抽象画がいくつか置かれていたが、のみならず壁や家具まで真っ白に塗られ、見原色の厚紙が白い壁の各所に貼られ、全体で計算され尽くした空間を成していた。辞伝などによれば、 抽象的な空間に圧倒されたカルダーは、モンドリアンに、この赤や青の四角がいろいろな向きに振動すれば、面白いと思いませんかと尋ねたが、彼は同意しなかった。カルダーの自伝では、その必要はない。私の絵画では、すでに非常な速度で動いていると答えたということにな、いる。彼はすぐに抽象画製作に取りかかったが、2週間で、針金彫刻に戻った。 しかしそれは、モンドリアンの作品のように限定された色で、天体の動きをイメージしたシンプルな図形でできた、抽象国であった。カルダーのサーカスは、針金人形のバランスを取るための技術的な経験を、通して、カルダーの針金彫刻及び動く、芸術作品、キネティックアートの両方に対する関心の始まりになった、取られている。そこには、モビール、 1931年秋にカルダーのアトリエで、デューシャンがカルダーの動く彫刻に与えた名前、フランス語で動きと動員の両方の語呂合わせとなる制作に必要要素がすべて含まれていた。例えばサーカスの針金人形のいくつかは糸からぶら下がるものであった。しかし、モビールはこれにモンドリアンのアトリエ訪問に触発されてから作ったモーターやあるいは、 クランクと滑車で操作する、動く純粋な抽象図形の作品を制作した、経験が加わっている。これら機械式モビールは故障の恐れがあり、また決まった動きしかしなかった。そこで1931年の終わりまでに、彼は、室内の空気の流れで予測不可能な動きをする、よりデリケートな印象の彫刻制作へと移った。ここで真のモビール。 床置き式のスタンディングモビールが誕生した。同時期に彼は金属板が支え合った動かない抽象的な彫刻、スタビル。1932年前年4月の作品に対してアルプが提案したを実験している。カルダーとルイーザは1933年にアメリカに戻り、コネチカット州ロックスベリーに買った18世紀の農家に住んだ。 この地で彼らは1935年に長女サンドラを1939年に次女メアリーを生んだ。カルダーはサーカス上演も続けていたが舞踊家マーサグラハムに会い、エリック・サティを起用した彼女のバレエの舞台装置をデザインしている。宙に浮かぶ天体のような作品を作りたいという思いは1936年の壁掛け式モビールを経て、 完全に地面から解放された天井から吊り下げられる方式のハンギングモビールとなって結実する。彼はほとんどの作品を黒や白、そして何より赤といった基本的な色しか使わずに作ったが、モンドリアン式の幾何学的構成からより偶然性に富有機的な表現へと変化していった。こうしたモビール制作はカルダーの名声を高めた。 1937年のパリ万博では、スペイン人民戦線内閣に依頼され、フランコ軍に抵抗する意志を込めて、スタビル、水銀の泉を制作し、スペイン館で、ピカソの、ゲルニカなどと共に展示された。また、1939年には、ニューヨーク近代美術館、モマの新しい建物のために、複雑で大型のハンギングモビール、 ロブスターの罠との王を依頼されるなど、公共空間のための作品、パブリックアート制作が始まった。同時期、家族のために、真鍮や銀でできた、ささやかなジュエリー、ソーシングを制作し、その古典も行ったが、決して商品化には応じなかった。第二次世界大戦中、カルダーは、海兵隊に入ろうとしたが断られた。代わりに彫刻制作を続けたが、 金属の不足から彼は木を掘って有機的なフォルムを作りそれらを針金で組み合わせた星座のシリーズを作り続けたこの時期以降カルダーは大きな回顧展をいくつか開くことになった代表的なものは1943年のニューヨーク近代美術館モマでのものである1950年代カルダーはより複雑で繊細なモビールの制作を 精力的に続ける一方、より多い努力をモニュメンタルな巨大彫刻制作に注ぐようになった。有名な例は、1957年に、ニューヨークのアイドルワイルド空港、現、ジョンカイケネディ国際空港のために作られたモビール。125、1958年に、マルセル・ブロイヤーが設計した、パリのユネスコ本部ビルに設置された、スタンディングモビール、渦巻き。 L.A. スピロル、1969年に、ミシガン州、グランドラピンツ市の広場に設置された大型スタビル、ラグランドビテス、1974年に、シカゴの連邦ビルのために作られた、スタビル、フラミンゴなどがある。最大の作品は、1968年に、メキシコ市にメキシコ五輪のため作られた20.5メートルの高さの赤い太陽、エルゾルルジョである。 こうした作品の制作では、まずカルダーが設置される場所を、よく調査したで構想を練り、着色した、金属板で両手に収まるサイズのマケット、模型を組み立てて、プレゼンテーションを行い、それを拡大して3メートル前後の大きさの、本格的な中間マケットを作り、強風で倒れないか、ホラ実験を行い、最後に、工場で組み立てた後に一旦輸送用に解体して、現地で、 設置工事を行った。1966年にはカルダーは、自伝、オートバイグロフィー・ウィズ・ピクチャーズ、写真入り自伝を、娘向子のジーン・デビッドソンの口述筆記の助けを得て、出版した。1973年にカルダーは、アメリカの航空会社、ブラニフ航空、ブラニフ・インターナショナル・エアウェイズに依頼され、DC-8 にペイントを施し、空飛ぶキャンバスとした。 1975年にもアメリカ建国200年を記念してボーイング727にペイントをしに期めの空飛ぶキャンバスを完成させた。カルダーは1976年10月のホイットニー美術館での大開古典のオープニング直後、ニューヨークの次女の家で11月11日に死去した。カルダーはブラニフ航空のための3期目のペイント、 メキシコへのトリビュートに取り掛かっていたところで死去前日までワシントン DC でハート上院オフィスビルのスタビルとモビールを仕上げたばかりだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。